こんにちは。この番組は未来のファジアーノ岡山を背負う選手たちが活動するファジアーノ岡山アカデミーについて発信する番組です。アカデミーの活動結果や予定、未来についてできるだけタイムリーにお伝えしていきたいと思います。ファジアーノ岡山アカデミーマネージャーの西原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今気づいたんですけど半袖ですね、はい、あ、分かった方がいいですか。あの、たぎってるんで、はい、さすがです、はい。まあ、最近暖かいですから、まあそうですね、はい、今日もよろしくお願いします、はい。じゃあ最初に今日の、メニューをお願いします。はい、今回は、いつも通り、試合の先週末の、試合の結果、そして、週末の、活動の予定を、お伝えし、で、最後に、先週もお伝えはしたんですけども、アンダー12の、チーム活動に、トップチームから木村隆也選手、田中雄大選手、それと谷口立成選手の、3選手に参加いただきました。そちらの様子をお届けしていきたいと思います。はい、では結果からお願いいたします。はい、はい、まずアンダー18です。先週11月の19日土曜日に、プリンスリーグ、岡山学芸館高校さんとの、対戦をいたしました。まあ、こちら、アンダー18の選手も、全員が岡山学芸館高校に、属する中での、一戦、まあ、こちら、残念ながら諸事情により映像でお届けすることができないんですけども、まず前半開始直後と前半アディショナルタイムにゴールを許し0対2と苦しい展開に。その後後半5分にボランチ3年生の佐古選手のゴールで1点を返すものの、その後に再度失点。終盤にキャプテン渡辺選手の意地のゴールで反撃するものの、その後敗れず2対3での敗戦となりました。悔しい敗戦になりました。まあ、アンダー18の選手全員が、所属する学芸館高校、そのサッカー部との、まあ、ダービーのような形での一戦で、まあ、そこでの敗戦、まあ、選手、全員それぞれもそうですし、スタッフも含めて本当に悔しい、敗戦とはなりましたが、まあ、交代例、岡山の交代例の中でも、あの、夏のインターハイ、そして今回の冬の選手権も、共に全国大会出場ということで、岡山県内の中でもトップトップの、まあ、強豪ではある、まあ、そんなチームですけども、まあ、特別な、あの、絶対に負けられない戦い、一番負けられない戦いであるこのリーグ戦の一戦の中で、まあ、悔しい思いも、あの、もちろんたくさん残ってはいますけども、まあ、今後まだ、残り試合ある中で、それを糧に戦っていくこと、そして、まあ、3年生にとっては本当に、あの、残り試合少なく、3年生にとって3年間の、集大成にはなりますけども、まあ、その後もあのサッカーを続ける選手にとってはあのこの一戦っていうところがあのきっと、大きな成長のため の, あの糧になるというふうに思いますし、まあ、1、2年生、も、今後の成長に、その3年生の思いも背負って戦うあの来シーズン以降になってくるので、まあ、まずはもちろんあの今シーズンの残りの戦いというところを今回の敗戦を、糧にしっかりとあの戦っていくとあのこちらとしても信じていますし、はい、今後の戦いも、まあ、残り、わずかの試合とはなりますがご注目いただければと思います。また、アンダー18の B チームが、週末に予定されていた、倉敷高校さんとの、県リーグは、まあ、コロナ状況もあり延期となりましたので試合は行われませんでした。はい、続いてアンダー15です。3年生のチームは公式戦がなかったのでアンダー14が11月の19日土曜日にアンダー14のサザンクロスリーグ、相手はレノファ山口のウエストさんとのアウェーゲームを戦いました。こちらディフェンダー松本選手の1ゴールとミッドフィルダー藤原選手の2ゴール、計3ゴールが前半に決まって結果3対1で勝利をしております。はい、次にアンダー13、1年生のチームです。11月の19日土曜日にプログレスリーグ、同じ岡山県のチーム JA フィールド岡山さんと対戦をいたしました。まず前半12分、右サイド中田選手のクロスをフォワード五箇選手が押し込んで先制。さらに前半終了間際、コーナーキックから混戦を中田選手が押し込み追加点を挙げて前半を終了します。後半立ち上がりに相手のカウンターから突破を許し1点を返されますが、五箇選手の抜け出しから左足のシュートのこぼれを元の選手が
コースを狙ってしっかりと沈めて3対1と突き放します。しかしここから相手の猛反撃、見事なフリーキックがポストに当たったこぼれを押し込まれると、コーナーキックから中央で合わされ同点とされます。そこからはどちらに転んでもおかしくない攻防の中、迎えた後半アディショナルタイム、ボランチ森選手のパスを受けた五箇選手がターンから後半出場の糸野選手へ、阿吽の呼吸のこの2人、糸野選手のヒールパスの先には再び五箇選手、これを冷静に決めてラストワンプレーで4対3と勝ち越しに成功します。先日の高円宮杯中国予選を優勝した先輩たちのように、劇的勝利を手繰り寄せるメンタリティの強さを感じる勝利でした。またその翌日11月20日日曜日に延期試合となっていたサンフレッチェ国引さんとの試合が行われました。こちら前半を0対0で折り返した後半2分、ペナルティエリア手前でボランチ森選手がふわりと入れたボールから混戦となり、こぼれたところをボランチ堤選手がゴールへのパスと言わんばかりのゴールを決め先制に成功します。追加点はその5分後、コーナーキックから五箇選手の入れたボールにヘッドで合わせたのはセンターバックの平松選手、センターバックらしい力強いヘディングが決まって2対0とリードを広げます。そしてダメ押しはこの男、前向きでボールを受けた元の選手から左足で優しいスルーパス、これをエース五箇選手がゴールキーパーもかわして冷静に押し込みます。そして試合終了、土日の連戦、そして2戦目は島根でのアウェーゲームとなりましたが、連戦連勝を飾りました。この結果、それから他会場の試合結果により残る12月にサンフレッチェ広島さんとのラストゲームがあるんですけども、その試合を待たずして1位が決まりました。これによりアンダー13のプログレスリーグを今季優勝という形で飾ることができました。まあ、このチームも先日高円宮杯の全国大会出場を決めたお兄さんチームアンダー15の先輩チームと同様に、今回の J フィールド岡山さんとのゲームでも、まあ、後半同点に追いつかれながらも、まあ、チームを勝たせる、まあ、負けさせてはいけないっていうような意地と、まあ、あとチーム意識っていうのはすごいこう強い、そんなチームで、まあ、その戦いぶりを見ていただければお分かりになるかなとは思うんですけども、まあ、そこでの意地っていうところが存分に見られるチームで、で、まあ、その結果、まあ、年間を通じていろんなゲーム展開ですとかがありながらも、まあ、最終的にはしっかりと結果を出して、個人としてもチームとしてもしっかりと結果を出して、まあ、その結果着々と勝ち点を積み重ねて最終的には残り1試合を残して優勝という形を収めることができました。またこの世代の今後の成長にも大きく期待をしたいというふうに思います。そしてアンダー12です。先週もお伝えしました通り JFA 第46回全日本アンダー12サッカー選手権大会の岡山県大会、こちらが優勝すると全国大会出場が決まる県大会となっておりますが、残念ながらこちらの大会が映像ですとか写真をお届けすることができないので、映像写真なしでお届けしていきたいと思います。まず1回戦アルシオン CF さんとの対戦は1対0で勝利をいたしました。前半からこうしっかりと固めてくる相手に対して、その相手のこう守備の硬さと、あとはうちも初戦の硬さもう少しもあったのか、拮抗した戦いといいますか、均衡を割ることができずに前半を0対0で折り返し、で後半途中出場、後半から出場した藤原選手の、即興性ですとかドリブル突破ですとか、そういったテクニックを生かした、藤原選手を中心とした攻撃によって牙城が崩れ、後半に藤原選手の、1ゴールによって、1対0と、勝利をしました。はい、で続く準々決勝、同じ日に実施された準々決勝、相手は美作フットボールクラブさんで、こちらの試合もお互いが個性、個人の技術を発揮しながら特徴が出た試合だったんですけども、こちら
万代選手のドリブル突破からの2ゴールを含む合計9ゴールにより9対0で勝利をする形となり、この結果今週末に実施される準々決勝、そして勝てば同じ日に実施される決勝戦に進む形となります。準決勝の相手は J フィールド岡山さん、先ほどお伝えしたアンダー15のカテゴリーも持っている J フィールド岡山さん、強豪の J フィールド岡山さんとの対戦になります。続いて今週末の予定です。週末アンダー18が11月の26日土曜日に首位米子北高校さんとのプリンスリーグアウェーゲームを控えます。また B チームは延期の試合等もあり、土日が連戦の権利具となっております。そしてアンダー12が先ほどもお伝えしました通り、全日本アンダー12サッカー選手権大会岡山県大会の準決勝、相手は J フィールド岡山さんと高橋市の高原スポーツ公園にて開催されます。ぜひご注目いただければと思います。はい、冒頭お伝えしました通り、選手教育プログラムの一環で、アンダー12の、トレーニング活動の中に木村隆也選手、田中雄大選手、谷口立成選手の、トップチーム3選手が、参加していただきました。で、先週お伝えした、成瀬選手の参加、された、アンダー12、6年生中心となるチームとは別に、同じ日に、ダイアンジのフットサルコートで、活動が行われた3年生4年生が主体となるチームと、それと5年生が主体となるチーム、その2チームにそれぞれの選手がご参加いただきましたので、そちらの様子をお届けしていきたいと思います。どうぞ。なるべく自分からアクションを起こしてボディフェイントなのかパス振りなのか、それで相手の重心が動くからそれの逆を取るっていうのを僕は意識してやってます。どちらかというと相手がこう動くからこうじゃなくて、自分から仕掛けて動かしてパスなのかドリブルなのかっていうのを意識しながらやってます。おう、ね、こうだよね、今逆だよね、こうだよ、ちょっと前に来ようとした瞬間にギュッていってるよね。どこだ、こうだ、どこだ、ナイス、おーナイス、素晴らしい、ナイスプレー、そうか、よく見つけたな、トライ、トライ突破できない時とかもあるんで、そういう時は自分は縦に行くのが武器なんで、もう縦切られてても縦行けるぐらいの練習をして、それを持ってたら相手の位置もどんどん変わってくるんで抜きやすくなるかなっていう、はい、答えてくるか分かんないですけど、はい、はい、まあ体幹のトレーニングとか自分自身の、大きい選手とか強い選手に負けないためのトレーニングはしっかりやってきて、自信ももう負けないっていう自信も持ってますし、あとは本当にさっき言ったようにポジショニングで相手を外すこと、相手の逆を取って相手に当たらないことっていうのをしっかり相手見ながら、味方も使いながら判断してプレーしています。そのまま自分の成長のために少しでもいろんなところから吸収していってくれたら、すごいこれからの時間も有意義に過ごせると思いました。ありがとうございました。作戦はい、というところで、先週もお伝えした通りなんですけども、選手 の様子、それから、木村選手が熱心にこうドリブルについてのご説明もいただきましたが、トップチームの選手3人の選手も本当にこう選手の成長のために、自身の考えですとか、いろんなプレーのコツ
まあ、ゴールキーパーの谷口理生選手もあのゴールキーパーの指導もしていただきながら、まあ、あの選手3人の選手それぞれのこう特徴からなる、アドバイスや指導もあのいただいて本当に本当にあの貴重な機会となりました。まあ、先週あのお届けできなかったんですけども、あの同じ日に行われた、こちら成瀬選手が参加していただいた、6年生チーム、その練習の後にあの話をもらった、選手からの様子です。成瀬選手どうでしたか？うまかったです。うまかった、まあ、足が速くて、うん、いやドリブルがうまかった。ドリブルうまかった。深く何もうまかった、うん、まあ、仕掛けても全然、視野が広かったです。お視野広い。ボールもらう前の駆け引きも、うん、あと仕掛けても対応が上手で何回も首振っとった、だったね。めっちゃ首振っとった。おう、じゃあ 何を生かしていける今後？もっと首振る。よし、首振ったり周り見る、周り見たり運ぶだね、うん、はい、頑張っていきましょう。はい、はいはい。まあ、こんな様子で、まあ、本当にこう充実した選手の表情、あのそんな思いが存分に伝わるかと思いますし、まあ、あの とはいえこうじゃあそれを何に生かしていくかって結構あの具体的に、この4人の中にも5年生も6年生もいるんですけども、あの具体的にあの自分の言葉でしっかりと伝えられるそんな選手の様子も、伝わったかなというふうに思います。はい、まああのまあ、これは、プログラムのうちの一つ で、まあ、あのシーズンは終盤にはなったんですけども、年間通じていろいろご紹介させていただいたさまざまなこう、選手の成長のためのいろいろなプログラムを設けながら、ピッチ内外あの両面で選手の成長につなげていく、そんなプログラムを、作っていっております。はい、というところで、今回の配信も以上とさせていただきます。高評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた、次回の配信でお会いしましょう。さよなら。